新田先生、この丁寧なご紹介ありがとうございます。去年だったか、今年の初めだったか忘れましたが、新田先生に、最終講義のテーマを決めてくれと言われて、さて、内容紹介になると思って、まあ、実験 の、 失敗の話でもしようかと思って、こういうタイトルに、いたしました。その心は、ここに書いておるようなことでして、そういうことで、話を進めていきたい。それで、過去にあった実験のリストを作って、作ることから始めまして、そうするとやたら数があって60ぐらいにありましてですね、とても全部今日話することはできませんけれども、多分その3分の1ぐらいになろうかと思いますが、ちょっとお名前が出てこない卒業者の方もかもしれませんが、その辺はご容赦いただきたいと思います。それで、何のために実験をやるかってことなんですが、自分の考えたことにあんまり自信がないからやるというのが、正直なところで、うまくいくこともあるんですが、大概は実験をやって、ああそうかっていうようなことがたくさんありました。あともう一つはですね、破壊というと組成崩壊とか雑発とか現象があるわけですが、これらは多少理屈がつけられる世界で、もう一つ疲労破壊っていうのがありますが、これは実験やってみなきゃ分からん世界で、これは私はほとんど手がけておりません。ですから今日の話は組成崩壊と雑発に絡んだ話になろうかと思います。それと、ですから、疲労破壊の理論がないやつはとにかくやってみると分からんわけですが、中でも摩擦に絡んだ実験なんちもこれもやってみなきゃ分からんとか随分あります。それでいろいろあった中から9つほどここで挙げておりますようなテーマを選びまして、今日はこれをこの順番で多少の話をさせていただきますが、必ずしも年代順ではございませんが、1番から7番の途中までがこれが判題でやった実験、それからそれ以降が京都大学でやっているということになります。阪大に行った頃ですね、昭和47年なんですが、実験室建物はあったんですが、床も壁もない状況で、だから実験が、できるような状況ではなかったんですが、その頃穴蔵の中で鷲見さんが横澤さんの実験されたのを記憶してますけども、ですから最初阪大に来た頃は一応数値計算、に突っ込んでました。でそれで当時ですね、ブレースの解析が非常に盛んであちこちでやられてて、これは確か東工大の藤本先生のところで、瀬川さんが最初に繰り返しの解析やったんじゃないかと思いますが、その後もうフローブルールを入れたりとか、バオ進学を入れたりとか、かなりビニール再現の研究が、特に若林研究室ですかね、防災研のところで随分と進めておりました。で阪大でも木林君っていうのは彼がブレースの解析でやってました。で私はブレースのついた骨組みを丸っこですね、解いてやろうと思って、そうすると部材弾力と部材弾変形の増分関係を作っておかなきゃいけないわけで、それで一般化品事業というのが、これ1966年に SG フェンベスという方が出された論文に出されたと思うんですが、それにも一般化品事業という単純に品事業ではない、高局面上ですね、応力をこうくれながらやるという方法が出されてまして、それとあと機械線形としては雑三角を増分表示してやればいいなと、それをくっつければなんとかなんじゃないかと思って、日頃やったプログラムです。これは左側がこれ両方の実験場若林県の実験データをいただいてるんですけども、左側が熟力剤ですね、繰り返し熟力剤で、右側はラーメン の、 繰り返しの熟力をかけたラーメンの繰り返しの
で、まあ、味付けのために歪み効果を入れてやろうと思って歪み効果を入れてみたら、その効果がこの熟力を受ける曲げ剤が繰り返し受けるとだんだん体力が上がっていくという現象が追っかけられたので、この時は多少感激した記憶がございます。まあ、そんなことをやってて、で実験室ができて、これ1976年ですね、確か浅沼組のからの委託だったと思うんですが、井原さんにこれ実験やれと言われて、で私が最初に自分で計画して、自分でやった最初の実験です。でこの横の赤い三角形のがですね、これが火力フレームでして、これも最初に私が設計したと。でまあ、こういう SRC のですね、これ確か南港の方に立つ高層住宅かなんかの一部の構造だったと思うんですが、まあ、そこのベイブレースの実験をやったのが最初でありました。で、最初ですからもう右も左も分からなくてですね、その頃特にやはり若林研の実験の論文を随分勉強した記憶があります。それでこの蛇腹みたいなのが、これが横座通止めというか、これも若林研で使われたのをそのまま三谷先生に図面もらってコピーして作ったようなものですが、まあ、これは随分後々までもこれが活躍すると思います。それでここにですね、地下の実験室の床の地下でアンカーボルトでいろんな軸や試験体を固定しなきゃいけませんが、これが大変な作業でして、PC 工房のナットをですね、こう回していくんですね。そのいくつか回したらもう手がヘロヘロになるような状況で、まあ、そんなことをずっと繰り返してたんですが、まあ、それが嫌で兄弟の実験室は血型孔穴を開けて血型孔を並べると、まあ、そういうスタイルにしたのはこういう経験があったからで、まあ、これはSRC でSRC でですね、ですからこのブレースに関して言うと圧縮の方が強いんですね。もう引っ張りに来ませんから。だからこう真ん中突き上げるような形で、まあ、こういう変形が起こるんですが、ここにまあ機材がいっぱい入ってますが、まあ、コンクリート中の引っ張りに来たんというのを身をもって体験した最初の実験で、それからブレースの解析をまず今やってプレス加工の解析を随分やったんですが、井原先生にほんまかどうかちゃんと確かめて言われて、それでこれ3層のですね、3層のブレース付きの実験をやりました。ブレースなしもやりました。さっきの三角のフレームが相変わらず活躍するんですが、それでですね、右の写真はこれはした後ですね、した後の写真です。それでこれは実はラーメン構造もやってるんですけど、ラーメン構造もやってるんですけどね、実は設計に失敗しましてですね、何を失敗したかというと、これピンがここにあるんですが、このピンとここの一番下の交点からちょっとこれ距離があるんです。だから当然この一番下の針にはですね、下の柱のモーメントもかかってくるんやけど、実はそれを見逃してて、ラーメンの方はですね、これが最初にやられてしまって下の層ばっかり変形して、しまったので、あまり人目にさらさないようにしてますが、でこれもですね、よく見てもらうとパッと見ると合ってるように見えますけども、この最初のここのループ、これ全然合ってないんですね。これが実線が解析ですが、実線が、実験ですね、実線が実験ですね。合ってない理由はですね、実はここのピンの型を、ピンには型があるという認識がなくて、ここの上下の変形を測ってなかったんです。だからそれでこんな合わない。それからこの解析ですが、多少インチキやってるというのは、ここに接点取ってないんです、ブレースの交点に。これピンピンにして、要するにザクと長さを、与えて、実は解析してるんで、多少、まあ、厳密に言うと、その正しい解析にはなって、まあ、その辺は森里先生とか、
多田先生が解決されるんですが、こういう機械線形の強い現象というのはなかなか数値計算で追っかけるのが難しいんです。不可除化を繰り返して結局発散するというのはことがよくあることがありました。でこれは続いて1985年にやった、これは竹中工務店からの委託研究で、まあ、こういうその経営型の配置したブレースと、まあ、上は繰り返してこう2層にわたって X になるような、これ VK 型と言ってます。これやった実験をやりました。経営型は、まあ、さっきの SRG と違って S の場合はこれザクツルと体力落ちますから、これが下に引きずり下ろされる、まあ、そういうのがここにですから、これ引っ張り側があまり、効きませんので、切れるということはないんですが、こちらは、まあ、引っ張りも効きますので最終的には、まあ、切れてしまうというようなことが、でこれが力と変形の関係ですね。左側が K 型で右側がで VK のままここで切れてしまったんですが、 K 型の方は体力がどんどんしていくけども切れることはない、まあ、そういう、結果になりました。まあ、これがここで切れてる。それでこれはですね、森迫先生、京都工芸繊維大学の森迫先生が、実験を見に来ておられて、まあ、これは森迫先生が取られた製品だと思いますが、まあ、当時私は実験やると必ずポンプの操作を担当してましたので、仮にですね、これは多分私です。それでこれ見事にあってんですね、最初の挫屈、それから繰り返してきて、これは2回が挫屈して1回が挫屈して、で次繰り返したらさっき挫屈してなかった2回がこれ挫屈したのかってのところまで、いやもうお見事という他はないような解析結果でありました。まあ、同じような解析は多田先生も一般的に情報で、これはこれですね、増分接動法を導入したらうまくいったんですかね。まあ、増分接動法といえば上谷というぐらいのなんですが、そんな、それから、これは1980年から82年にかけてやった実験ですが、当時ですね、どっかの電力会社の、50万ボルトだったか100万ボルトだか忘れましたが、この送電鉄塔の、に絡んでですね、委託の実験をやったんですけれども、これ大型の送電鉄塔というのは支柱材に鋼管を使ってる。でその継ぎ手がですね、継ぎ手のフランジの厚さがとにかくやたら厚い。これは鉄板力が出んようにしてるんですけど、ためにそうしてるんですが、そうすると山の中でその建てる鉄塔というのはヘリコプターで資材を運びますから、継ぎ手が重たいとですね、もう継ぎ手だらけの鉄塔になってしまう。でそこでなんとかフランジを薄くする方法ねえかということで始めたのがこの実験です。で、まあ、3種類、このリブのないやつ、それからリブ、これはリブ付きですね、それからさらにこの辺の暴力周知を緩和するためにこういうリングをつけたパターン、まあ、こういうものをいろいろ実験をやりました。それで、まあ、壊さなきゃその、メカニズムも分かりませんので、まあ、いろんな壊れ方をするというのを設定して、まあ、この頃幸福線理論なんていうのを勉強したのがこの頃だと思いますけれども、まあ、これは実験の結果のフランジ板の等高線、ね、これは4本ボルトの場合、それから6本ボルト、8本ボルト、まあ、8本ボルトぐらいになると直対小円形と見なしても、まあ、差し支えないかな。まあ、軸対小変形だと割と解析も簡単にいくんですが、まあ、こういうのはなかなかややこしいので、これは幸福線理論でないと、そのトレスカとかミーゼスの幸福上にはなかなか解析的には解けない。でこの等高線はですね、この横に常盤を置いといて、その常盤の上を変異系を滑らせながらですね、学生諸君がこの変形をかかってくれて、で作ってくれた等高線なんですけど、まあ、その当時の前田君は頑張ってくれると思いますけども、まあ、なかなかの傑作で、これの結果が、これは リブ付きですね、リブ付きで、まあ、これはフランジが上がっている。でこちらは、まあ、リブを切れている。で
継ぎ手を強く作っとけば交換が出るようなメカニズムになるということであります。この結果はですね、これ交付戦理論でですね、こういうメカニズムを想定してやればどんな強さかっていうのは比較的簡単な式になるんですが、この結果は今、学会の高校の設定式ですかね、それに記載されているのがこの成果であります。で、これは軸力と軸方向変形の関係ですね。で、それのおかげで計算値がこの辺を抑えている。それからこの手のジョイントで大事なのは効力ボルトに働く力の合計というのは必ずその効果に働く軸力よりも大きくなる。それはテコ反力のせいなんですが、だからそのテコ反力を正当に見ておかないと、ボルトの破断というようなことに事故につながる。それが、これはそういう多少理屈をつけて、これはですね、縦軸が火事で横軸がボルト張力なんですが、この辺でこれキュッと曲がります。テコ反力がなければこの45度のラインまで行くわけですが、テコ反力があるのでその手前で曲がります。そういうものも予測できるようにした結果であります。で、これは余談ですが、中脚もやってくれという依頼があって、これちょうどしか見えてません。これ下ごっついコンクリートブロックを作りましてですね、それでこの鉄塔の中脚ですね、これの引っ張り実験を今やろうとしたんです。やろうとして、ボルトの軸力を測るのに、この時ここにちょっと見えますが、ザナネ型のロード制度を試作したことがあるんですね。これ脇山先生といろいろ工夫して結局うまくいかなかったんですが、それをともかくとして、この時この初期締め付け軸力をアンカーボルトに入れなきゃいけないんで、締めていくんですが、これを締めたらその前に締めたらこれで軸が抜けるんですね。だからこれもう何周したか分かりませんが、とにかく何回もぐるぐる回ってやっと所定の軸力を入れた記憶があります。ですから私は今でも露出型中脚というのはあまり信用してない。それでトラスの実験なんですが、平面トラスと立体トラスと両方やりました。トラスっていうのは相対鉄塔というのは斜材と支柱材で大体構成されるんですが、斜材はゼロ度方向といいますかね、方面に平行な方向の力で決まって、支柱材はその45度方向というか対角方向の力で部材が決まるということなんですが、これはこの写真は当時実験に関わった諸君の写真だと思いますが、とにかく三菱重工から人が来て、ここで直接加工を組んで実験をやりました。でこの水平材がここに入っているのと入っていない、だからさっきのケーブルレースのと同じなんですね、これね。そんな結果が、これがさっきのケーブルレースのような画像で、ここに入っているとさっきの VK 型みたいな形になって、こちらは切れませんが、こちらはあるところで不足してしまう、謝罪がですね、どこで切れてるのかちょっと分かりませんが、どっかで切れてるはずです。多分この辺だと思いますが、一回ザクすると局部ザクとしてそれを引っ張ると、いとも簡単に切れてしまうというようなことがあります。これは40立体トラスをここで実験室で組んで、45度方向に軽くはこういうジャッキをですね、こっちと向こうにかけて置いといて、こっちに引っ張ったり向こうに引っ張ったりという形で短い時間かけたんですが、想定通りここが必要性がざっとして終わった、そういうこと で、これは1989年ですね、もう20年も前になるんですが、学研都市の送電線を山側に移すという企画があって、でそれの委員会の委員長五十嵐先生が確かやられてて、でちょっと解析手伝いみたいなことになりましてですね、関電の送電鉄塔というのはこの支柱材はこれ鋼管の中にコンクリートを充填している充填コンクリートで、MC
MC というのは、まあ、それを MC でと言ってますけども、これはなんか、第二次大戦後すぐにですね、スイスの、モーターコロンブスという会社が、送電鉄道の会社があって、まあ、資材不足の折、コンクリートを詰めて有効に使おうということで始めたそうなんです。まあ、それをあの関西電力が技術導入して、今までにそれでやっているんですが、まあ、多少それのですスマートでしたかね、スマートな、形にしようということで、まあ、こんな形が提示されて、まあ、これ高さ80メーターぐらいですかね、実在実験が岡山県の玉名にある阿字川鉄工の玉名支店長というのがあるんですが、そこでやられた。で、これは確か中塚君の修士論文だったと思うんですが、まあ、いろいろですから増損解析というか数値計算は、非線形の数値計算はちょっとしんどいなと最初からもう諦めてましてですね、それでまあその崩壊荷重ぐらいやったら出せるかなということで、まあ、いろんな壊れ方を想定して、それで今日まあ、これバッテンになってますけども、あの点線の方は向こう側ですから片面はこういう形なんですね。それで、まあ、いろんな壊れ方を想定して、多分こんな形でここが壊れるだろうという、まあ、この壊れ方が一番小さな崩壊荷重想定されました。で、まあ、見事に同じように壊れてくれてほっとしましたが、これずっとこれ縦軸荷重ですね、横軸変形でこう荷重を上げていって、ここでダブスが起こったんです。一番上のところ で多少ちょっと下がってますけども、この車材の座布ですね。で、私は大丈夫かもっと行こう言うて主人に言うたんやけど、いやもう高い変形がいっぱいついてるからこれでやめろ言うてやめてしまわれて残念だったんですが、まあこれがその記念写真になります、こういうふうにこれが長塚。あとこれは合成針の話をしばらくやりますけれども、まあ、ブレース加工の素材設計のというようなことで学業も書きましたが、まあ、その時で、まあ、針崩壊系とか、まあ、いろんな想定をしてたんですけども、まあ、合成針というこのコンクリートとコンクリート床と鉄骨張りを結合したような合成張りでは体力が上がるというのは、まあ、随分いろんな論文が出てましたから、まあ、多少その辺も確かめてみようということで、実験をやりました。これはですね、かなりいろんな曲げモーメント分布のパターン、延長荷重に対してとか水平荷重に相当する時とかいろんなパターンがやれるように、ちょっとこれは端部のですね、火力の方向に工夫をしまして、この下にジャッキが2台ついてますね。これは下に引っ張ったり上に引っ張ったりできるようにしています。で、ここにはちょっと見えませんが、傾斜計というのは初めてこの実験で使ったり、だから両端固定の状態というのはその傾斜計でここの回転がゼロになるようにこのジャッキで調整してというようなことで火力を上げる。それから真ん中のこの荷重はですね、ここにちょっと見えてますが重りをぶら下げて、でテコの原理でここにその10倍ぐらいに拡大して荷重がかかるような装置で、合成針に関しては多田先生が、一般化品事用、合成針用の一般化品事用みたいなやり方を工夫されて、まあ、その結果がここに解析結果と実験結果が比較されて、それからですね、合成針の強さを計算するときにコンクリートのスラブに何部軸力が働いているのかという情報がいるわけですね。で、これまではこの頃までは有効幅という、まあ、割と曖昧な概念でその計算をするようになっておったんですが、確か加藤先生と横浜国大の、田川先生が指圧の実験をやって、まあ、要するにこの
柱の面でですね、に圧縮力が働くわけですから、まあ、そこは何も持つかというような話が、確かそうだと思うんですが、まあ、実験、数値実験、実験式みたいな値を出しておられたので、まあ、ちょっとその辺に理屈つけてやろうかいなと思ってやったのがこの実験でして、まあ、コンクリートプラスティシティってのを勉強したのもこの頃。それで、要はですね、これが柱だと思ってます。これがあの床面です。ここにスタッドで大張りの塊がついてる。で、ここの押しとここの先端と両方はあるはずだ。で、まあ、これまでもこの前にも随分いろんな実験やって、直行張りから回ってくる力が大したことないっていうのは分かってましたんで、まずこの辺の力がどうかというのを確かめる実験をやりました。それで、これはですね、これ横にスリット入れてるんですね。横にスリット入れてるのはこの先端がないからこの圧縮だけできます。それからこちらの試験体はこの下に、ここですね、ここのフランジの下側にスリット開けてるからこれは先端しか効かない。で、これは両方効くという実験をやって、ほんで、まあ、柱の前面ではですね、こういうメカニズムで壊れるよというようなことを想定して理屈はつけたわけですが、実験をやってみると、この視圧と一番下が先端ですかね、先端視圧でその対象算、これは十分対象算できるなというのがこれで分かったので、その対象算の式を作ったことがあります。あと、これはですね、これは立山先生らと一緒にやった実験、まあ、合成針絡みの実験をこの頃随分やってまして、これはですね、さっきの実験の引き継いで、まあ、加工としてその柱と針を組んでこの先端に繰り返し力をかけて、その挙動を追っかけた実験であります。それで、まあ、ほぼ想定通りにこの柱の前面でこういうふうに動かれます。それからこの時はですね、スカラップやノンスカラップというようなことも多少やってまして、この上がスカラップのあれ、下がスカラップのあれ、スカラップのないのは切れなかったんですが、スカラップのあるのはスカラップ属から、これは遠征破壊ですけどね、まあ、神戸の人類にはここの税制破壊が随分見られたんですが、まあ、こういうのが、早く切れるなというのが、これは神戸大の田口先生のところでもね、ずいぶん前からやっておられると思うんですが、そういう結果が出た実験です。あ、それで、これ実はですね、こっち側にもスラブつけて、十字の実験もやったんです。十字の実験も、それはセッティング大変やったんやけど、十字の実験やったんですが、なんか部材の変形が全然進まないのに、その相関変形角に相当する変形がどんどん進み出しましてですね、おかしいなと思ってよう見たら、パネルゾーンがきれいに変形してて、ですからもうその実験はなかったことにしてひた隠しに隠してました。これは五十嵐先生からちょっと留学生の学位論文のネタを作れと言われましたまあそれやったら横のもん縦にしたろうかいなということで始めたのがこの実験、合成柱と称してましたが、要するにプレキャスト板に、穴開きのプレキャスト板にですね、このスタッドを柱に引っ付いて、これをかぶせて、この穴にモルタルを流し込んで一体化しようと、まあ、そういうことで、これは竹中工務店の支援も随分受けましたけども、結局物になりませんでしたが、まあ、学位論文にはなりただこれでね、これで勉強したのは、日本プレスコンクリートというところと付き合いが始まりましてですね、この1000キロ級、今で言うと100ニュートン級ですかね、1000キロ級のコンクリートをいとも簡単に作ったんです。びっくりしました。
で、あのこの重点モルタルの1000キロ級の重点モルタルというのを手に入れて、あの新井君が随分これであの実験室に閉じ込めたと思いますが、まあ、この写真が、この写真がですね、この写真がちょうどあの新井にモルタルを充填していると。あと、これの、コンクリートの補強としては鉄筋を使ったり、それから鋼繊維を使ってみたりですね、鋼繊維の効果もこの頃随分、この頃に随分あのいろいろやってみましたけども、まあこれ結果ですね、これは鉄骨柱で、こうつけたらこんだけ強くなりましたよというような結果で、それから、ちょっと話がまた変わりますが、まあ、立体のフレームで針だけが針内側ブレースですね、柱が弾性であれば、比較的簡単にそのねじれの影響を入れた崩壊荷重から計算できるなということが分かって、それでまあそれの実験をじゃあ実験で確かめてみようということがあってですね、これちょっとわけは分かりませんが、とにかくちっちゃい試験体です。これが30センチぐらいですからね。だからこれ削り出しの柱も針も削り出しの試験体を作って、針は1型こうで、実はこれも最初失敗しましてですね、柱十字だめって書いてますが、最初無垢の正方形でやったんです。そしたらねじれるはずの実験が全然ねじれずにですね、終わってしまって、まあ、予想と全然違ったんですね。でそれはまあ後で気がついたんだけど、古代のねじれがこういうちっちゃな試験台で相当効いてきたということで、まあ、実際のフレームでは古代のねじれが骨組み全体のねじれに寄与する比率は低いんですが、まあ、それが失敗だったことが気がついて、十字断面にねじれにあまりねじれ構成の高くない十字断面にして実験をやって、まあ、うまくいったということで、まあ、これが実験の写真ですが、まあ、これはこれ辻岡さんといろいろ議論して軽くジグなんか確か設定したと思いますけども、3方向あらゆる方向にもピンでないとあかんようなジグを作ったりですね、だいぶその辺で苦労してきました。まあ、これはねじれて崩壊した、まあ、右側は理屈と実験がどのくらい打てるかというようなことを示すことであります。あとこれはですね、これは新日鉄の宅で、この YR とかそれから幅付きとかがその柱の組成変形能力にどう影響を及ぼすであろうかということに関する実験の委託でした。で、これ担当したのは河村林さんつって、彼女は確かバレーボール部のキャプテンをやったらしいんですが、研究室に来て実験やりたいっつって、実験やりたいって女性は初めてでしたけども、36歳彼女は潰したんです。でどういう実験かというと、まあ、両側から軸力かけといて、このジャッキですね、この赤いジャッキで軸力かけといて、真ん中を押すと。ですからこれどっちが変形が起きるか分かりませんから、両側かけといて変形の大きな方のデータを取るというやり方ですが、まあ、こういうパラメータで格子もこれ3種類で、まあこれが結果ですが、要するに YR はほとんど結果に影響しませんで、まあ、幅付きでほぼ決まるというようなことが、体重の実験の結果分かったような実験でありました。それから話がこれちょっとだいぶまた遡りますが、これ1984年からの実験ですけども、私の、旧大のですね、五十嵐研究室の同級生で松村博道というのがおりましてですね、残念ながら15年前に癌で亡くなりましたけども、まあ、彼がその後日本工科にいて、2点にいてですね、日本工科も、
株型交換を作るんだからちょっと実験やってくれということで、まあ、ガラシ店に行きたいと来たんです。で、この時に、この実験で実はこのスカラップ、まあ、こういうスカラップを取るわけですが、取ってたんですが、当時は、これが割と簡単にボソボソ切れましてですね、これは松村氏が考案したんですが、この針はその時はあの溶接組み立ての針を使って、それで、まあ、彼が言うにはフランジとウェーブの溶接をこの辺で止めといて、でこれ両側からですね、この裏当て金をその入れて、で、あとこのここをずっと墨肉で塗ってしまうと、まあ、そういうやり方でどうやということで、まあ、持ってきて、じゃあ、 まあそれでとにかくやってみようということにしてですね、やったら全然切れないようになったんです。で、だけど当時なかなかノースカラップっていうのはその受け入れてもらえませんでしたね。やっぱり作業がスムーズにいかないとかそんな理由がいろいろあるんだと思うんですが、ところが去年ちょっと岡山での実験に絡んだ時に歌舞伎テレビに聞いたら、関西は今工場溶接形式が全部ノースカラップですよ、こういうふうな話を聞きましてですね、驚いたことなんです。そのノースカのやり方っていうのは、まあ、これはローエッジでも溶接でもいいんですが、まあ、ほとんど同じなんですね。両側から斜めにカットした裏当てをここに入れ込んで、あとこの辺を墨抜きで仕上げる。ですから、まあ、これはほとんど同じようなやり方なんですが、まあ、ぜひこのやり方は松村博道という男が考え出したものやというのをどうかご記憶いただきたいと思います。これがその時点で、左側がスカラップがあって、右側がスカラップの内部の試験であるんです。まあ、この時にですね、この時に、この相手が株型交換だと、この針のウェーブがあまり効かんわけですね。これは幅ずれによりますが、で、まあ、どのくらい効くかというのを、まあ、例のボーク線理論を持ち出して、こういうウェーブのですね、この面の、ウェーブが取り付いている面の回復を想定して、で、まあ、このどこまで効くか、ウェーブがどこまで効くかという範囲は、まあ、こんな式で大体いけるよねといったことを出したのもこの頃であります。まあ、ちょっと他一方が違う形で今の学会の総裁決心に載っています。で、そうこうしているうちに兵庫県南部地震が選挙期間に起こります。まあその時にいろいろと被害調査をやったわけですが、そのごく一部を紹介しますと、鉄骨構造で倒壊した階層の一番多いのは6階建てでして、これは1棟だけです。これ中山寺です。で、周りに倒壊した建物でもないんですけどね。これがまあ、でこのビルの後ろ側を見るとこんな状況になる。これ明らかにこれさっきの東芝グラムとの溶接部が書かれたところですが、まともな解析取ってないですよね。だから、まあ、溶接の不備が常にこういう大きな被害を生むというのが、それからこれは確か神戸から多田先生らと一緒やったと思うんやけど、ずっと歩いて帰ってきてたらこの建物が目について、中を覗いたら切れてた。だから神戸の地震で初めて発見した破断の絵でしたですね、確か。まあ、随分これスクラップのところからですね、実験性衛星破壊してましたけど、税制破壊随分起こってます。で、こういう建物が確か30棟ぐらいあって、これはね、これは解体撤去されたらしいです。だけど、あとはまあほとんどそのまま補修されて使われているというような状況。だからちゃんと溶接しててもこういう現象が起こるんですから、まあちょっと墨肉でごまかしたようなものはもうひとたまりもない。バラバラになってしまうというようなことが、これも確か30度近かったと思います。ということで、震災後にここのディテールに関してちょっと緊急提言をやろうということになって、それでここに
ここに書いてます7つの大学の先生方が協力してですね、まあ、6グループに分かれて、この辺の、接合の仕方をいろいろ変えて、まあ、随分実験を全部で86体だったと思いますが、それで針は500、200、これは SS400、それから600、200はこれはわずかしかやってません。これ予備実験的にやっただけです。それからあとは、600、200、これは SN400B という、まあ当時としては SN 剤まだ目新しかったんですが、 SN 剤の針を作る、柱はまあそれで、ちょっとごちゃごちゃしてますけども、要するにこの6グループ でファブリデータもそれぞれ違う、それからあといろんなものをパラメータにしましたが、まあ、工場溶接、MS タイプか、スカラップの形ですね。スカラップの形は、従来型と多少改良したものと、それからこの製法です。実はこの時もノンスカラップで何とかできんかということで、多少鉄工所の方にもお願いしたんだけど、ノンスカラップはまだ技術的に無理だというようなことで、この時は採用してはこれんという経緯があります。まあ、それでいろいろ実験やってですね、確か同じものは最低2体以上やったと思いますが、これ同じものなんです、これ左も右も。同じものだけども、溶接部が破断するまでの、その粘り強さというか、エネルギー吸収量というのは随分違う。で、まあ、いろんなパラメータで、結果はレポートしてますけども、これは何を表しているかといいますと、縦軸はイーターというのは、これはどんだけ素線変形したかと。素線変形の総量ですね。総量を表している。で、上がまあ SS400 で、下が SN400 の仕組み。スチールタブとフラックスタブの差はある。それから SS400 だと、スカラップを改良した効果は多少ある。けども、SN400D ってこれがかなり人生の高い鋼材ですが、人生の高い鋼材をつければスカラップなんて何やってもしやというような結果になったわけで、いまいちこうなんとなくスッキリせんような結論だったんですが、いずれにしてもこちら側にですね、上が工場溶接でしたけど、横にですね、このさっき言いました板ですね、素材の総量をヒストグラムにしてやるとこんだけばらけてくる、同じように作ってもこんだけばらけてくるようなことがありましてですね、まあ、この頃からなんとかこの接続なんとかならんかいなというのはこの頃から考えております。あと、これは冷感成形角型交換というのが、まあ、柱に一般的に使われるようになって久しいんですけども、冷感成形角型交換じゃ作り方いろいろありますが、一般に使われているのはこの板をまず丸くこう加工して、それをギュッギュッとやって四角にするんですね。ですから相当その製品になった時点で組成加工を受けている。組成加工を受け取ったら、組成変形の時に乏しいんではないかということで、随分攻撃されてた、一部のところから攻撃されてた時期がありました。で、まあ、そういう研究会に私も入るということで入らされて、いろいろ検討してみましたが、パネルが、柱に比べるとパネルが弱い。まあ、これは神戸大の金谷田口論文が先に出されてましたけども、いろいろ計算してみると弱い。で、これはその計算の一つなんですが、横軸がですね、横軸が柱の軸力で、縦軸が、柱の強さ分のパネルの強さですから、一より小さいところはパネルが弱い。でまあ、針が弱ければですね、針が弱ければ柱にはそれ以上の力は入らんのですから、まあ、柱に組成の少々低くても構わんのですが、ごっつい針がついたら、まあ、柱がまずということになりますけども、よく見たらパネルの方が弱いことが多いわけで、柱がやられる前にパネルがやられると、まあ、そういうことになりますよねという話をして、まあ、この件に関しては随分桑原先生らが頑張ってくれて、確か接合設計士にその体力の動かしが取り入れられたと思うんですが、まださらにこういう段違いのものまで今桑原先生らが研究を継続しております。
あと、高摩擦鋼板というふう、これは後から付けた名前ですが、ボルトを減らそうと思いましてですね、それはあの溶接との絡みで発想したんじゃなくて、現場に鉄骨の現場に見学に行ったりとか、それから、多少安全審査にもかかってましたね、この頃。ブレースがあって、とにかく添い板がほとんどで、ほんのちょっとしかブレースの、その、なんていうんですかね、賞味がないというようなディテールも、特にしばしば見受けましたので、ちょっとこれはボルト減らさなあかんなと思ってたんです。で、1990年代になって、脇山先生がですね、新日鉄と共同で F15T の開発を始めておられます。ただ F15T になっても、ボルトが F10T から 15T になっても、まあ、1.5 分の1にしかならんわけですから、ボルトの数は。そうすると、もう一つボルトの数を減らすためには、この滑りケース、摩擦ケースに相当するものですが、摩擦ケースを上げてやれば、ということで、まあ、摩擦ケースを上げる工夫を始めたんです。でこれも随分あの予備実験をやりました。まずやったのはとにかくその板の表面を凸凹を大きくしてですね、プラスをガンガンに当てて、で焼き入れたら多分上がるだろうということでやったんです。そうすると 0.7 か8ぐらいがいつも簡単に出ましてですね、まあそれでちょっと横を出して 0.9 ぐらいを目指そうというふうにしたんですが、なぜ 0.9 かというと今現実にこの滑りケースは 0.45 で設計されてますので、まあ、実際にはこの例えばこういう張り付いたところについてはこんな今これぐらいの本数なんですね。 F10T とその滑りケース 0.45 の組み合わせですと、でまあいろいろやったんですが、アルミ用車のもこの頃やったんです。確か横浜国大の青木先生のところでアルミ用車した摩擦接合の試験をやってて、比較的そのいい結果が出たんで 0.6 か7か忘れましたが、でそれもやってみたんです。でアルミ用車の方はですね、実はズルッといって全然落ちないんですね、摩擦ケースが。しかも静かに滑ってくる。でこれはダンパーに使えるんじゃないかと思って、実はそれはダンパーの方に集中してそっちの方に行ったんですが、最後動的試験をやったら焼き付きましてですね、結構使い物にならなかったんですが、ですからこの時はアルミ用車をやらずにこのひたすら、摩擦ケースを上げることに挑戦した。で摩擦の勉強をその時始めまして、固体の摩擦潤滑という本がありますけども、あの手の本はほとんど摩擦を減らすための工夫が書いてあるんですね。摩擦を上げるための工夫というのはあまりないですね。ただ摩擦のメカニズムはですね、どうもぐっとこう2つの面を押し付けると、新質接触面と言われるところが凝弱します。で凝弱って何かというと、まあ、分子間結合が起こって一体になるということらしいんですが、でその新質接触面積がどんだけかというと、まあ、ビッカス硬さ、硬さをよく測りますね。ビッカス硬さというのは一応強さを表してるんですけども、まあ、それを荷重で割った分が、まあ真実に接触につきになる。そこが先端で切れるのが摩擦の凝着部の気温による摩擦ケースです。でこれはですね、実は 0.2 という乗数になりまして、テストですと。だからこれはもう工夫のしようがない。でもう一つは掘り起こしというのがあって、これ実は凝着掘り起こし説と言いますが、掘り起こしの方はですね、グッと前面をこう押し潰す力で摩擦が測れるので、押し潰す力はさっきのビッカス硬さになりますねってことですね。ですからこちらの方はこの突起の角度によって摩擦ケースがこういうふうに変わってまいります。だから、例えばこれシーターを90度にすればちょうど摩擦ケースが1になる。で凝着倒して1.2になる、まあ、そういうことに。ということで、まあ、いろいろそのブラストをかけたりだけども安定した摩擦ケースが出なかったので、
じゃあもうギザギザを機械加工しましょうということになりましてですね。でまあこれ機械加工で洗濯板みたいなギザギザをつけた実験を始めた。でこれは何を表しているかと言いますと、これは縦軸が摩擦係数で横軸がですね、硬い方の金属と柔らかい方の金属の硬さ比を表しています。でさっきの凝着掘り起こし説を見たときに、これは一つメカニズムが足らんなと思ったんです。それは硬い方の金属が先端破壊することだってあるはずやったということで、このメカニズムを一つ付け加えると、まあ、この硬さ比を横軸にとると、こういうその、これが、1.2 っていうのはさっき言った、これ90度の場合ですね。90度の場合のこの凝着掘り起こしになるのがここになります。で、これは実験、した結果、まあ、観察されたメカニズムなんですが、要するにその柔らかいような金属を根こそぎ以上の洗濯で、やってしまうようなのが、これは接触圧がある値を超えるとこういう現象が出てくる。だけど高力ボルト接合のところでは、まあ、それほど大きな接触圧はないので、まあ、こういう現象は起こらない。まあ、これとこれということは、この突起の角度を90度にしてですね、硬さ比をまあ3以上ぐらいにしとけば、1.2 の摩擦係数が出ますねってことで、これは新規の方で随分実験をやられるんですね。これまあ20ミリ角のちっちゃな試験表面をこういうふうに機械加工でギザギザにしておいて、まあ、実験をやったら、さっきの理屈ですね、さっきの理屈うまくいったりとはいきませんが、まあ、そこそこそういうふうな現象が出ると。でまあ、これで随分いろんな実験をやって、でギザギザつけてますから、母材の方はもうどんな仕上げでも構いませんと、ピンク塗っても構いませんと、まあ、そういう触れ込みで、新鉄が実用化されたんですが、何せそのべらぼうなコストとか機械加工して焼き入れするわけですから、それで確か 4,5 件は使われたかもしれませんが、超高層 のプレートの鉄格なんか、まあ、その後撤退されたんですね。だから今これらもありませんが、まあ摩擦力を上げようと思ったら、さっきみたいなことを考えれば上がる方向はあるということです。お金さえかければ。それでボルトを減らすというその目的は一時凍結してましたんですが、あるその構造評定のある物件に絡んで、実験をして見に来てくださいということで、あるゼネコン の事件に行きました。でそれはカルシアパネルをですね、針の真ん中に使って、それを高力棒で止めている実験で、それがまた滑りまくってですね、えらいうるさい音をしてましたんで、実験担当者もかなっていうようなことで、で僕はそこでアルミ酒したら音せえへんよって言ったんですね。で多少検討されたみたいだったけど、まあアルミ酒を採用するにはいかないけども、アルミ酒だったらボルト本数減らすのに役に立つなと、まあ、0.6 や7は簡単に出ることが分かってましたんで、このスペースが。ということで、もう一回これをじゃあダンパーにはあかんけども、高力ボルト摩擦接合部に、まあ、そういう板に使ったらいいんじゃないかと思って、数年前に始めた。でその時に吉川工業というこの業者だけじゃありませんけども、業者の試験台を提供してくれる会社を紹介されて、まあそこと共同して、これは最近の話ですね。まあ、容赦もいろいろあって、要は金属を溶かして吹きつける、セラミックもいけます。要するに、まあ、5000度ぐらいあるわけですから、アークミシャルを重ねましょう。それで、こうやるんですね。これはアルミ容赦 のアルミの洗剤をこうプラスとマイナスで、ここにアーク溶かしてここからエアで拭くと、だいたい粒子の直径が50ミクロンぐらいらしいです、ね、つまり、0.05 ミクロン
それぐらいの粒が表面にですね、へばりついていくわけですね。これがこれが機材で、これが凝縮した、まあ、そういう技術で、これは錆止めというか防色技術で、すでにこれはもう確立された技術でありまして、まあ、特殊な技術でも何でもない。それで、なんとか、滑りテイストの目標をですね 0.7 ぐらいにして 0.7 ぐらいにして、まあ、そうすると 0.8 以上が安定して出るような条件を探そうということでいろいろやってます。これは残念ながらさっきのようにですね、テストの摩擦の理屈みたいな理屈がまだついてませんで、これはもうひたすらやってみるしかない。まあ、これはその一例ですね。で、この一番ピークのところの値で、まあ、摩擦係数を、ピークのところでも、まあ、滑り量でいうと 0.4 ミリ前後の。で、これはちょっと2007年の結果で、この後2008年、昨年ですね、この追加で随分マゾー君がやってくれてるんですが、これ、縦軸が滑り係数、この赤の、ね、ラインが 0.7 です。で、これがですね、容赦の膜厚100マイクロから300マイクロ。だから100マイクロというのは 0.1 ミリです。で、どうも 0.3マイクロ、0.3 ミリ以上の厚みを拭いとけば、まあ、ほぼ安定して、0.8 以上は出ますねってことが分かりました。それからまたちょっとだいぶ、時代が遡って90年代の話になりますが、これは確か東京の竹中の東京の設計部の方からの企画で、ホテルでですね、ホテルのパサカイ壁の中にこの平行の鉄板を入れて、でそれをまあザクス高速するようなこうやりたいので、なんとか設計しかできないかっていうような自宅だったんです。で、この件に関してはですね、これはこういう形式を最初に実験で成功させたのは確か防災研の若林研究、昭和47年の論文にしか出てると思いますが、河野池組との共同でやられた実験の結果、確か昭和47年頃の大会の方が載ってると思いますけども、まあじゃあどうやって座屈を止めるかっていう、その辺の理屈はまだはっきりとはしてない。で、それは1988年ですかね、藤本先生や和田先生らの論文が構造工学と思いますけども出て、そこで座屈拘束の原理みたいなことが出てます。では、この中の芯材は組成化して自己に縮むけども、脱出しないようにこの周り この拘束材で止めてやる。で、そのためには拘束材にどのような力学性能を付与すればいいのかという問題なわけですが、要は脱出保護の問題ですから、拘束材の剛性と強さをどう決めるかという感じです。それで、このザクス構造材のこの初期単位がかなりそれに効くねっていうのが、まあ、前もって分かってたので、埋め込んでしまうともうわけは分かりませんので、これを離してですね、これを離して、実験することを考える。まあ、前景がこれ、上から見た絵がこれですが、これがこれです。で、ここにこういう平行の芯材が100ミリピッチでですね、これ繋いでるんです。その繋ぎの方法を書いてますが、多少これはかなり凝った実験になりました。で、初期ターンですね、こっち側のボルトキュートをこう押していくと、これが勝手にこう向こうに来ますから、それで真ん中の初期ターンが任意に接する、まあ、そういう。で、あとこれをつなぎの棒ですね、これをまあカリブレーションしている程度をして使って、で、この力のやり取りをまあ測ったり、これが写真です。これが上から見た図で、この赤いのがジャックで、この大体色がこれを使って、ここに開こう、このフィーチのこう、プレキャス
で初期ターミナルですね、ここにあのリニアレールがありますけども、この上に変異系を載せておいて、これをセットした段階でこの免疫をずっと移動させながら初期ターミナルを測っていく。でこれはその初期ターミナルの後の出る変異系をこれであの補聴直行音というね、それを測ったのがここです。これは後であのビデオでお見せしたいと思います。まあ、これはあの、ユニバーサルジョイントとこのつなぎの2人の、それから、こちらの写真はここに試験管キャラボが通ってますが、それをの周りの写真で、それでまああのちょっと遠慮と言いますと、まあ、とにかく初期ターミナルがあると。で押すと、このターミナルが増えるわけですね。どんだけ増えるかというと、まあ、それはこの高速材の曲げ合成によって決まるわけで、で、まあ、あの高速材の曲げ合成と強さに関して書くと、こういうラインよりもこっち側におればですね、高速材の合成と強さが、たくさん高速できると、まあ、そういう理屈なわけですが、それを確認するための実験で、この一番左はこれよりもこっち側に来るような、あの除染場にあるような、それから安全意見、まあ、いろいろさ実験をやって、まあ、それなりにあのこの理屈を証明するような結果が出たということであります。あとそれで、まあ、それザックス高速の理屈の方はまだ確認できたんですが、では本当にその通りにあのコンクリートの中にこう埋め込んだ場合ですね、うまくいくかどうかというのはまあ、やってみないと分からんと思いますので、こういう実験をやったんです。そうしたら橋で、この端っこでバンバン壊れましてですね。で、これはなかなか、まあ、こんなことでこう押すわけですね、多分幹部が。こぜるような力で。そうすると、じゃあこれがどのくらいの力で、じゃあの壊れを働くかというのが分からなければ、補強のしようもないわけで、それでここだけ取り出しましてですね、端っこだけで、これが平行ブレースだと思うんです。で押してるのはこの三角形の部分が押してるというのが、吹っ飛んだコンクリート の破面から分かりましたので、まあ、この三角形の板を中に埋め込ん で両側から引っ張ってですね、ここを壊すという実験を、でこれでまあどのくらいの力で壊れるかっていうのが分かったので、これがその、今の実験、これが上から見たときですね、こういうふうに、まあ、あの壊れてるわけです。で、じゃあこれをこういうふうな力に対して幹部が壊れんようにするためには、まあ、こういうアングルとエンドプレートを溶接したような金物でこういうふうに補強しておけば多分大丈夫だろうということで、それの実験をやったら、まあ、うまくいったということであります。で最後にあの柱と梁をつけて、実際 の、ホテルに設置する仕様でこの実験をやったのがこの2つでありまして、まあ、これは単独としてないんですね。単独としてないものはこういうふうにこれもあって、ビデオで補強したものは壊れずに、あと壊れずに実験を終了している。それで、この後ですね、壁ではなくて、洗剤の、これ洗剤ですね、洗剤の、ダックス高速プレスもやりたいということ で、この当時はですね、なぜこんなコンクリートを使ったかというと、当時はですね、ブレースも耐火力しなきゃいけない。ですから、どうせ耐火力するんやったら、まあ、コンクリートで巻こうということだろうと思いますが、今はもうあの大学しなくていいようになってますから、あのこういうコンクリート系でザックス構造するというような話はもうないと思いますが、まあ、あのさっきの幹部もどのくらいで補強しておけばいいかちも分かったし、それだったらもう簡単ですわ言うて引き受けてやったら、実はこれがまた見事に失敗した。まあ、これ2枚のプリキャスト版を重ねてですね、この間にこの溝を切っといてこの間に平行ブレースを通してこのボルトで縫うと、まあ、こういうやり方。ところがこの売ってたボルトがポンポン飛んで開いてしまう。
これを全く考えてなかったんですね。中でぐにゃぐにゃ曲がってこれが押しようと、これを全く考えてなかったので、まあ、そういうことが起こったんですが、まあ、原因が分かれば、対処がそんなにやる仕事じゃないので、まあ、最終的にはこれでうまくしたんですが、これは確か神戸の地震の時にですね、2つの建物で使われてまして、一つは構造的な被害はほとんどなかったところですが、一つはもう一つの方は2階までしか入ってなかったので、このブレースが南北方向には、その上の梁が切れたというふうに聞いています。それでですね、このザクス高速ブレースに関して言うと、私どうもこの接合部が気になってまして、高面外にザクスする可能性が非常に高いということで、ような気がしてましたので、まあ、これ教団に来てからですが、大阪工事の小枝先生やそれから木下君の方が頑張ってくれて、なんとかこれもいい結論というふうに思います。これは JFB のサポートを受けてやった、研究ですね。それで、要するにこういうふうな、コマがやるというか、何の対策もしてなければこんなことが起こるんです。ただ、やってみて分かったのは、これが起こったからといって、急にそのザクス高速ブレースのですね、機能が、つまりエネルギーを吸収するという機能が急激に低下することはないので、まあ、これが起こったからといって、構造物に重大な問題が起こるとは思いませんが、しかし、まあ、設計者としてはこれが起こると、格好は悪いんじゃないかと。それで、まあ、その防止条件ですけども、実にこういうシンプルな式を小泉先生と木下君で出してきました。これは、要はですね、これはまあ、こういうモードのザクス荷重なんですが、このザクス荷重がこの心臓に働く軸よりも大きくなるように接合を設計しておけば、まあ、いいですよということなんですね。でこの愛のスターというのはこの接合部のですね、面外の眉毛線なんです。まあ、これもちょっと形がこんな形なんで、こんな形してますんで、ややこしいってややこしいんですが、この辺も割とシンプルなやり方でできるような式を作られたので、多分これは、今、国構造の方で精神症委員会というのがありますが、そこは多分数年後に精神に関する指針を出すと思いますけど、その中に入るはずです。で、あと、先ほど言いました溶接のですね、このそれでですね、これは2003年にやった実験なんです。これは最終段階ですね。これ始めたのは1998年ぐらい。私が直後ぐらいからもやりましたので、いろんな基礎実験をやって、この実在実験に到達したんです。これをやった実験室はこの右奥にありますイテクセンターなんですが、まあ、この実験室を作るときに渡辺先生も去年拝観されましたけども、渡辺先生から相談を受けて、じゃあ構造実験室を作ろうと思うので、東証部からもうこういうやり方でやりましょうと。で穴を開けた1型孔をですね、床と壁に敷き詰める。そうすると潜らなくていいんですね。全部こちら側で作業が進まないんです。まあ、そういう実験です。で建築の方の実験室も一部これからです。まあ、これは随分いろんな方々のご支援を得てやったんですが、まあ、メインは私のところと、それから大崎の中島さんのところと市民です。で、共同研究を進めているということであります。要するにですね、その溶接というのはどうもばらつきが大きいので、それがなんとかならんかなというのは常々考えてまして、つまり誰が作っても同じ品質のものにするためにはどうすればいいかということを考えてました。で、まあ、その一つの回として、まあ、こんなことを考えたわけですね。最初はですね、この
防剤と三角材の組み合わせで、いやつまり柱と梁をつなぐから切れるんで、つながなければ切れない。だから柱と梁は直接つながないというやり方で、かつ柱と梁は、断性域にとどまるような仕組み、接合の仕組みということで、まず最初こんなこと考えたんですね。ところがこれはもうとにかくボルトだらけで、うまくいかないというか、大変なんですね、接合が。これは実用的じゃねえなと思って、あといろんな吹田先生やですね、いろんな人で相談して最後に到達したのはこの形です。要するにここ上フランジをつなぐで、この4つの下だったら2つですから、これはもう全部同じものでいい、まあ、こういう形に落ち着いて、いろんな基礎実験を経て、先ほどお見せしたこの実在実験に到達したんです。もう一度言いますと、主たる対象は最初は中低層対象でですね、で随分神戸の時にペンシルビルが被害を受けてましたから、ペンシルビル社のワンスパンしかありませんから、ブレースや壁や入れるところはないわけですね。だからそういうものにも使えるようなしで、先ほど言いましたようにこの人は安定化で、あと柱張りなどは できたら男性にしてということでして、それを、実現できるようなつなぎ方として、こういう仕組みを考えます。柱は H 型鋼で、梁も H 型鋼ですが、頬杖が、上下にあっても下だけでもいいんですけども、あとここをですね、このアングルでつなぐ。それから、この下のアングルはですね、この梁が横に触れんように、横座止めのためのこの、アングルであります。だからこれはピナピナ曲がってもきれいに構成の低いものにしてこっち方向に、ということで、こういう仕組みで、それで地震力を受けて、中脚がまだいまいち発揮しないところありますが、地震力を受けた時に変形するのは、操作変形するのはこの、構成だけで、あとは違う場合は男性というのが設計要素ですから、これは多少こういう土船の溶接はありますが、基本的には H 型鋼を切って穴開けるだけで、使えるということで、それでさっきの実在の実験ですが、この3階の途中にこういう火力用の平面的なトラスを配置して、ジャッキをこれ2台を置きましてですね、こっち方向に押したりこっち方向に押したり、それから45度方向に押したりとか、そういう実験をするところです。これは2003年ですからね、建築はこちらに移ったのが2004年の8月なので、だからみんなその吉田からこちらに来て実験の準備なんかしてましたんで、直接担当した人は大変だと思いますが、ここの構造実験室のこけら落としの実験でもあったですから、随分いろんな方がですね、このカツラができてすぐですから、カツラのキャンパスに見学に来た方が、またこっち回ってくるんですね。しょっちゅう自分から電話があって、いついつこいつが来るから先生ちょっと説明してくださいっていうのが何回かやりました。ここの写真を示すと、こういう形に、基本的にはですね、この寸法は心身でいくと横方向が1メーターで、このここからここまでが60センチ、それぐらいの寸法で、その押したので、こういうふうに落としたそれから針もこの辺で落としたんですけど、それにしてもそう急激に落ちるということはなかったんです。でこれに関しては、建築研究開発コンソーシアムというところから申し出があって、共同研究にしませんかと、共同プロジェクトにその実現に向けてということで、実はこれはここに書いてる18社1団体、1団体というのはこの関西建築高校の事務所とに執行支援をいただいて、2005年の9月にこれ建築、日本建築総合試験所の性能証明を取得しております。で、どういう内容かというと、
要するにこれをつけた針、高税断髪付きの針はですね、FA ランクの針として扱える。 H 型5そのものは別に FA である必要はないんですが、ただし条件がありまして、針は男性用、それから、まあ、あの高税断髪付きの針は、まあ、ちゃんときれいにしなさいよと、それから横方向についてはもうちゃんと気を配らなさいと、まあ、こういうことでありますが、一応まあこういう性能証明を取ったんですが、まだ実現しておりません。1件だけ水田先生が自宅を、まあ、このしてます。実はこれですね、ここに構造計画研究所っていうソフトメーカーですね、ここが実は一貫計算プログラムにこれを入れてくれる予定だったんです。ところが姉が事件が起こったもんで、もうこれどころじゃなくなって今になってるということで、それからさっきのアルミ用車の話に戻りますけども、まあ、話せば長くなりますが、金谷先生という方がですね、もうお亡くなりになりましたけども、震災直前ぐらいですかな、神戸大学でおられまして、まあ、そのお弟子さんが田口先生で、さらにそのお弟子さんがここに乗ってる田中っぽい、金谷先生は東芝エアクラムというのは大嫌いなんですよ。記憶もない。だから神戸大学でずいぶん昔から外大学の研究をやられてたんですね。それでいまいち普及しないのは、まあ、いろんなその事情はあるかもしれませんが、設計士がどうもいまいちはっきりしていないなというのもあって、じゃあそれにちょっと取り組んでみようということで、たまたま松尾君という優秀な学生がドクターになりましたので、彼のテーマにしてみました。でその田中先生の指導を得ながらこの質問やってきたわけですが、大きな特徴はまずこの分割やと、2つに分割して両側から挟み込むというのが、でこの分割のところはこれつなぐ必要ないんです。で、あとこの針の接合もは強力ボルトにして、ここにアルミ用車を使おうというのが特徴でして、まあ、そういうのを基礎的な研究から随分いろいろと研究を積み上げて、この3月に、まあ、松尾さん無事学位論文を書き上げて就職しておりますけども、まあ、非常にシンプルで実験しかもよく合う設計式を作ってくれてまして、まあ、これも多分そのうち接合の設計式が単に反映されるんじゃないかと思いますが、ここ の建築の実験室でもいくつかやったんですが、実は去年岡山理科大の実験室でも一体やってまして、これから目指すのはその試験であります。ほとんどこちらだったのと同じなんですけど、ちょっと図、私の手元に図がこっちの方があったので、これで先ほどのディテールを言いますと、これ分割の素材がこう5ミリ隙間を当てるような寸法で、まあ指示するんですが、つなぐのはですね、ここにウェブプレートがありますね。このウェブプレートと、これは針の先端力を伝えるためには、ここは溶接とかに、だからここはつながってますが、これ同士は直接つながってないんです。で、外ダイヤと交換の溶接は、まあ部分特許みたいな、板厚が薄ければ住みにくいんですが、まあ、板厚がちょっと厚くなると、こういう部分というかみたいな形で、まあ、この寸法もちゃんと指定できるような設計ですね。で、針が550、柱が400ですから、まあ、中程度としては、まあ、ほぼ実在に相当するような試験台で、これアルミ用車です。このブルーのそういう板というのは、これはアルミ用車したそういう板でして、これと F14T を組み合わせてますので、もし F10T と 0.4 を、赤サビの 0.5 を掴んでれば、このボルトの倍になるわけですね。だから、外台の寸法がもうやたら大きくなるわけで、まあ、こういうその合わせ技もですね、こういうコンパクトなと言えるかどうかは別にして、まあ、多少コンパクトな外台の寸法になっているということで、で、これはまあ、岡山理科大も
GPS のここと同じようなあのエッジ型こう敷き詰めた深度壁にですね、そういうあのディテールにしておりまして、まあ、使い勝手を重んじたと。それでこれが試験が終わった時ですね。まあ、最初、まあ、あのこの大変形、地震の時にこの大変形が出るわけないんですが、まあ、多分 これぐらいですね、0.02 ぐらいはいくかもしれませんけど、まあ、だからそういう範囲では、まあ、こんな形でした。一回滑り出すと、まあ、この波状を徐々にこの落ちていくというようなあの現象は、でこれ実はここで何回やったかな、10何回繰り返してですね、これあの小豊先生とそれから松尾君が岡山に行ってですけども、十何回繰り返してもあの切れないんで、実験を担当してた学生が根上げてもうやめようっていうことになって、じゃあもうとにかく押せるところまで押してやめようかって言って、そしたらボルトが2本ぐらい飛んだのかな、この辺のランニングボルトに飛びましたけども、あの、まあ、そんなことで実験は終わって、ですから、まあ、ここにイーターが300って書いてありますが、これはあの先ほどの祖先円形の総量を表すパラメーターで、大体地震の時にですね、どのくらい起こるかというと、地震にもよりますが、まあ、せいぜい数十なんですね、あの大きな地震が来ても。だから、まあ、あの大地震数回受けても切れることはないというようなディテールだろうと思います。でこれはですね、これはあの今あの安倍ので300メーターのビルがあの計画されてますが、竹中さんの設計施工らしいんですけども、まあ、その重点交換のですね柱のあの接合部に採用されております。まああのまだ審査中やから。実現するかどうかは分かりませんが最後になりましたけども、本当は美しいと書きたかったんですが、あの美的感覚のないお前は何言ってるかと言われるのもかなうので、こういう表現にしましたが、まあ、あのこういうことを追い求めて何か実験をやってきたような気がいたします。以上長くなりましたけれども、これであの私の最終講義を終わります。ご清聴ありがとうございます。